解説の三輪マンです。三輪ポンプ製作所営業部の石田です。よろしくお願いします。まずは産業廃棄物について。産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物であり、廃棄物処理法で20種類の分類が定められています。ちなみに家庭ゴミなどは一般廃棄物と呼ばれています。へえ、20種類って例えばどんなもの？その分類はこちらになります。細かく分かれてるんですね。その中でも汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ等の液体を処理する企業に三輪ポンプの需要があります。なるほど。具体的にはどんな場所で使えるのかな？産業廃棄物の処理は大きく分けて3つの工程に分かれます。そのうちの中間処理という工程に需要があります。中間処理には産業廃棄物の質量を減らす減量化、有毒なものを物理的化学的に害を取り除く無害化、再利用するリサイクルとあり、三輪ポンプは減量化および無害化の、その中でも脱水中和工程が主な採用箇所となります。脱水工程は脱水機への打ち込みやろ液の移送、中和は排液の移送や中和後の排水処理にて需要があります。つまり汚泥排液などの中間処理を行っている企業の脱水中和工程の担当者に三輪を PR すれば OK? 次は詳細な使用箇所を確認してみましょう。脱水工程は処理前の汚泥タンクから脱水機への移送、脱水後のろ液移送など汚泥やスラリーを含む箇所にて幅広く使用できます。中和工程は処理前の排液タンクからの移送、中和、凝集、活性汚泥などの排水処理における移送など、こちらも幅広く使用できます。移送液にスラリーや酸、アルカリが含まれていても移送できるのが三輪の強みですね。そうですね。次はおすすめの製品を紹介します。シールセルポンプは三輪のスタンダードな機種で、汚泥移送に多くの実績があります。またラバーセルポンプとクローバーポンプは接液部に耐薬品性、耐摩耗性に優れたゴムライニングを採用しています。酸アルカリの排液ならこちらですね。三輪の製品はスラリー液を扱う場合に重要な軸風部の信頼性、メンテナンス性の高さも追求したタフなポンプです。ぜひご検討ください。詳細は三輪ポンプ営業部または三輪ウェブサイトまで。最後までご覧いただきありがとうございました。